皆さんご存知の津市相生町自治会長のさまざまな問題について津市が報告書を出してますよね。相生町自治会長が関与する飲食店の利用に関する事案、あと謝罪、土下座、丸刈り、これは、まあ、その市の職員をね、無理やり自治会長が実質的に経営するお店を利用させてたとかね、あとは市の職員、あと市議会議員を土下座、謝罪させてたとか、そういう話ですね。で、まあ、ほとんど、事件者が報じた通りになってます。まあ、詳細は、この、概要欄の URL からね、事件者の記事も見ていただきたいんですけども、それで、あと、百条委員会が行われてまして、そして、いろんなメディアも報じてますよね。中日新聞、伊勢新聞、三重タイムズ、あと朝日毎日なんかも報じてるみたいなんですけども、で、それを見てて思うんですけども、誰も反省してないですね。で、また多分同じことを再発すると思いますね。ここにね、例えば、再発防止策を講じる必要があるとか書いてあるんです、だけども、うん。あのね、道は部落っていうことは全然書いてないんですよ。で、新聞もそういうこと報じてないし、で、百条委員会でもその話出てこないんですよね。だけど、この問題の核心ってね、道は部落なんですよ。まあそういうことを言うと差別だとかね。いや、その田辺哲司というね、異常な人間がいたからこういうことが起きたんだと。ね。一般地区でも起こり得ることだっていう人がいるかもしれないけど、そんなことあるわけないじゃないですか。このチャンネルの視聴者ならもうわかると思うんですよね。だってこれ、相生町が童話地区じゃなかったらこんなこと絶対起きないでしょ。一般地区のね、自治会長だったらこんなことありえますかね。田辺哲司さんが一般地区の自治会長でもこんなことあると思いますか。相生町が童話地区だからですよね。こういうことが起きたのは。さらに言いますよ。例えば、その百条委員会で、相生町の、まあ、公共施設、桜湯とかね、相生会館の工事について何か不正があったんじゃないかっていう話が出てるんですけども、そこで答弁に立ったのが、人権担当理事ですよね。で、この飲食店に、動員するために、その市の職員の名簿なんか作ってたのも人権担当理事でしょ?これ一般地区だったら人権担当理事出てきますかね?相生町が童話地区だからですよね。いや、これでも、この問題っていうのは、童話とか部落と関係ないって言えますか?うん、言えないと思うんですよ。結局、この問題の核心っていうのは、津市が、その相生町という童話地区を特別扱いしてたと。で、さらに言えば、これは三重県の問題でもあるし、さらには国の問題でもあるわけですよ。ああやってね、部落差別解消って言って、差別をなくそうって言ってるけども、結局はこの行政が童話地区に対して異常な扱いをしてるわけですよ。そのことがもう明るみになってるわけですよね。童話地区に対して異常な扱いをしなければ、こんなことは、起きないわけです。で、さらに、こうやってね、田辺会長なんか、三重タイムに載せてるけど、また差別だ、差別だとか言ってますよね。こんなん童話地区じゃなかったらありえないわけです。だからこの問題の核心っていうのは、やっぱ童話部落なんですよね。で、再発防止策って、まあ、いろいろ書いてるけども、まあ、再発防止策としてね、私は言いたいのは、童話に対して差別やめましょう。差別をやめましょうってことなんですよ。それは市民に責任を捨てるんじゃなくて行政がやってる差別ってあるでしょって。じゃあ、相生町がね、童話地区じゃなかったらどうですかと。まず、市民館なんて林保館が未だにあるのがおかしいでしょ。で、何かあったら人権担当理事が出てくるってのがおかしいわけですよ。だからそれをやめましょうっていうことなんですよ。一般地区と同じようにしましょうと。だからそういう話が出てこない限りは、結局もう誰一人として反省していないし、また同じことをやるっていうことになると思いますね。で、まあ2005年前後にね、あえて大阪で飛鳥会事件が起きて、童話事業に対してね、いろいろ問題が明るみになったんだけども、やっぱり反省してないじゃないですか。また同じようなことをやってるわけです。だから、
まあ、今回の件に対してね、まあ、ずっとこの先で見てるんですけども、この、まあ、百条委員会15日にあるんですけども、まあ、この先、その、道は部落っていうことについて、ちゃんと正面から向き合うかどうかっていうのは、見ていった方がいいと思います。で、誰もそのことについて向き合わないんだったら、僕は断言します。誰も反省してないし、また同じことがいずれ。まあ、何年か先か、十何年か、何十年先かわからないですけど、まだ繰り返されると思います。ということで、今日の啓発動画でした。